動物による襲撃で最も犠牲者数が多かったとして、ギネス世界記録に認定された事件があるんだが、襲われたのはなんと、皆日本人だったんだぜ。そんな事件聞いたことないけど、本当？ギネス記録に認定されたその事件。起きたのは第二次大戦中、1945年2月、場所は当時のビルマのラムリー島。攻撃してくるイギリス軍に追われて、島からビルマ本土に退却中だった1000人の日本兵。その時、その惨事は起こったと言うんだぜ。生き残ったのは20人だけ。怖いよ、一体、何があったっていうの？というわけで今回は、ラムリー島に隠された恐ろしい歴史について解説するぜ。そして、21世紀に島で始まった、中国絡みの一大プロジェクトについても解説するぜ。お願いします。それでは、ゆっくりしていってね。ラムリー島はミャンマーの西岸、ベンガル湾沿いにあって、ミャンマー最大の島なんだ。面積は1350平方キロメートルで、日本の琵琶湖2つ分ってところだぜ。地図で見ると島には見えないけど。半島っていうか、本土から陸続きじゃない？いや、よく見てもらうと海峡というか、むしろ運河とか水路なんだが、島と本土と海が隔ててるんだ。ミンガンクリークという水路で、橋もかかってるんだぜ。なんか島中、川がいっぱいあるように見えるわね。ミンガンクリークの長さは 8km、幅は150から400メートル。あまり起伏はない島みたいね。島の南部西岸のジカタウン丘が最高峰で、高さ300メートル。日本一高いビル、大阪のアベノハルカスと同じ高さじゃない。ただ、島全体で見れば平坦なんだ。なので、第二次大戦中は飛行場の建設に向いている島と思われていたわけだ。なるほどね。それで、人は住んでるの？島の北の端にあるチャウピューが主要都市で、2014年の人口は4万4500人。空港もあるし、港にはミャンマー海軍の軍港もある。もともとは漁業と農業の島で、2008年頃は島内に自動車は5台しかなかったらしい。電気も、1日のうち1時間45分しか使えなかったというぜ。まあ、電気事情は日本が恵まれすぎてるのかもね。島から沿岸部にかけてマングローブ湿地帯が広がっていて、そこに問題の危険な動物も生息しているってわけだ。そうだったわね。その動物による日本兵襲撃のこと、聞きたいわ。それは第二次大戦中、1945年1月から2月に行われた日本軍とイギリス軍によるラムリー島の戦いでのこと。まず、なぜ日本軍がビルマ、そしてラムリー島を確保したかったか。そして、なぜイギリス軍はビルマ、そしてラムリー島を奪還したかったか。攻防の背景から解説しよう。お願い。イギリスは19世紀にビルマ、マレー、シンガポールを植民地にしたんだが、1942年にどれも相次いで日本軍に占領されて、イギリス軍は撤退したんだ。そっか、ビルマもイギリスの植民地だったのね。隣のインドはもともとイギリスの植民地だったが、1897年にイギリス領インド帝国のビルマ州となって、1937年にはインドから切り離してビルマを支配するようになったんだ。じゃ、1942年に日本軍が侵攻したビルマもイギリスの植民地だったのね。5月にビルマを意外に早く攻略できた日本軍は、今度は東部インドに進出する作戦を始めたんだぜ。イギリスの植民地に東から西へと進撃を続けるって感じね。東部インドを目指した理由は大きく2つ。1つは、イギリス軍の主要拠点がインパールにあるので、それを制圧すること。そしてもう1つ、武力でイギリスからのインド独立を目指す運動と連携して、イギリスはもはや日本と戦ってる場合じゃない、という状況に追い込むこと。その一つ目、インパール作戦のインパールね。インパールを日本軍が制圧したかった理由があるんだぜ。それが、いわゆる、炎症ルートの遮断。炎症ルートって、なんぞや？要は、蒋介石を支援するルートってことだぜ。1927年に南京国民政府を樹立した蒋介石。1937年7月に日中戦争が始まる年と南京が陥落。武漢、そしてさらに疎開して重慶国民政府となったんだ。随分西の奥地へと移動したわけね。1941年に日米が戦争状態になったと知った蒋介石。イギリスと軍事同盟を結んだんだぜ。わかった。イギリスも日本と戦ってくれれば、日本軍も日中戦争に集中できなくなるもんね。それで、まだイギリスの植民地だった頃のビルマから、蒋介石を支援するルートが中国雲南省の軍民まで繋がったわけだ。でも、日本軍が1942年5月にビルマを占領したんだよね。それによって、炎症ルートも寸断されてしまったんだぜ。
その後、空路で中国に補給を続けたんだが、細々だし危険も伴う。イギリス軍とすれば、早くビルマを奪還したいわけだよね。一方、日本軍としたらインパールも制圧して、ダスショールートを完全に遮断したかったんだ。日本と戦う蒋介石からすれば、命綱だもんね。実は、炎症ルートは他にもいくつかあって、それを日本軍はすでに全部、遮断することに成功していたんだぜ。ビルマ以外にもルートがあったの？一つは香港ルート。これは1938年に日本軍が広州を占領したことで、遮断されたんだ。そして、ベトナムのハイフォンから中国の昆明までの仏印ルート。フランスがドイツに敗北した1940年に日本軍もベトナム北部に進駐して、ルートは遮断。そして、ソ連ルート。これは、1941年に日ソ中立条約を結んだ日本を刺激したくないソ連が、物資の補給を取りやめたんだぜ。なるほど。最後まで残っていたルートが、ビルマルートだったわけね。というわけで、ダスショールートをめぐって日英の攻防があった、というのが一つ。そしてもう一つが、イギリスからのインドの独立運動を後押しするっていう話ね。インドは英雄インド帝国という植民地で、イギリス軍と共に A 印軍というのも日本と戦っていたん。植民地支配されてるインドとしては、仕方ないことだよね。しかし、英英軍のインド人兵士で日本軍の捕虜となった中には、インド独立のためにイギリスと戦いたいというものも現れて、インド国民軍、INA というものが1942年に組織されたんだぜ。イギリスから見ると寝返りというか裏切りだけど、動機はわかるわね。ところで、インドの独立運動かというと、霊夢は誰を思い浮かべる？そりゃあ、マハトマ・ガンディの一択でしょ。そして、そのガンディが提唱したのは、非暴力、不服従よね。ところが、同時代にもう一人重要な独立運動家がインドにはいたんだぜ。誰だろ、思いつかない。チャンドラ・ボースという男だ。こちらは、イギリスからのインド独立は武力なくしてはなし得ない、という考えだったんだ。それじゃ、ガンディとは共闘できないわね。大衆デモを扇動したとしてイギリス官憲に逮捕されたボース。1940年にインドから脱出。ヨーロッパに渡ったんだぜ。同じくイギリスを敵とするドイツやイタリアにインド独立の支援を訴えたが、支持は得られなかったんだ。でも、イギリスを敵とするという点は、日本も同じなわけよね。そこだぜ。ボースは、日本軍がイギリス領の香港やマラヤで勝利したと聞いて、自分の戦う場所を日本がアジアに開いてくれた、と考えるようになったらしい。それで、ドイツの協力を得て、潜水艦を乗り継ぐという命がけの方法で1943年に来日し、さっき紹介したインド国民軍の指導者になったんだぜ。インドの独立には武力が必要と言った党の本人だものね。ボースは、自分がインド領内に進撃すれば、必ずインド人民が決起して、イギリスからの独立を実現できる、と信じていたらしい。ただ、インド国民軍も一部参加した日本軍のインパール作戦は、日本軍の惨敗に終わってしまった。ボースにとっては、日本を頼ることもできなくなったのね。終戦から3日後、台北から大連に向かう日本軍機に乗り込んだボースは、事故にあって、48歳で世を去ってしまうんだぜ。イギリスからすれば、武力によるインドの独立運動は回避できたし、日本軍のインパール作戦を失敗させて、ビルマの炎症ルート復活の望みが出てきたわけね。そういう状況で1945年1月21日に始まったラムリー島の戦い。その経過を解説しよう。お願いします。まだインド進出を目指していた頃の日本軍は、さらにインド国境に近いアケブ島、現在のシットウェイに拠点を置いていたんだぜ。そのアケブ島への海上補給船の要所が、ラムリー島だったわけだ。ならば、がっちり守ってたわけよね。第28軍の第54師団が島に配置されていたんだぜ。ところが1944年7月にインパール作戦が敗北に終わると、日本のビルマ方面軍はアケブを放棄する決断をしたんだ。じゃ、ラムリー島は？守備隊の主力は本土に移して残る守備隊は、島がイギリス軍により飛行場として利用されるのを妨害する、という任務を負ったんだ。その指揮を、歩兵第12連隊長の長沢寛一大佐が取ることになったんだぜ。インパール作戦で日本に勝利したイギリス軍の方は、どうだったの？1944年後半から、ビルマ戦線で本格反攻に転じたんだ。中部ビルマのマンダレーやメイッティラに航空支援を行う拠点として、アケブ島とラムリー島を占領して飛行場を作ることを目指すことになったんだ。つまり、ラムリー島に飛行場を作りたい側と作らせたくない側の攻防ね。イギリス軍のラムリー島占領作戦は、マタドール作戦と呼ばれて、
1945年1月21日朝、戦艦クイーン、エリザベスなどの艦砲射撃で始まったんだぜ。爆撃機や戦闘機の援護も受けて、第71インド旅団の7000人が島北端のチャウピューに上陸。車両121両、物資70トンが、陸揚げされた。なんか、戦闘にならなかったっぽい？日本軍は水際での抵抗はほとんどしなかったし。翌に2日には、島の西岸から別の連合軍部隊の上陸も許している。イギリス軍を島の奥に誘い込む作戦だったのかな？日本の守備隊は、島の中央部を東西に走る水路。ヤンボンクリークの南側に陣地を構築済みだったんだぜ。イギリス軍の攻撃、上陸が始まった日、本土のタンガップから。ちょうど島の守備隊を訪れていた長沢連隊長は、陣地の部隊に戦闘態勢に入るよう命じたんだ。なるほど、もともと水際で応戦する気はなかったのね。長沢連隊長は師団命令でタンガップに戻ることになったので、島の守備隊の指揮は歩兵第121連隊第2大隊長、猪俣力少佐が、引き継ぐことになった。島の中央部で戦闘になったわけね。最初、島北端のチャウピューからの攻撃だったが、イギリス軍は西岸からも上陸、島の南にも艦砲射撃をするなどして、日本の守備隊は徐々に島の東海岸に追い詰められていったんだぜ。本当に近いだわね。2月9日、第54師団長の宮崎茂三郎中将は、長沢連隊長にラムリー島からの全軍撤退を命じたんだ。島から本土に渡るということね。兵員の輸送用に小舟約100隻が差し向けられたが、11日夕刻に到着した小舟はほんの数隻だけだったんだぜ。それで長沢連隊長は、泳いででも脱出せよと命じたんだ。そこが悲劇の始まりなのね。マングローブ林を進む中でもサソリアカ、熱帯病に苦しめられ。そして2月18日夜、いよいよミンガンクリークを泳いで渡り始めたんだが、途中溺れかけて大声を出した兵士にイギリス軍が気づいて銃撃され、猪俣少佐も死亡、捕虜になった者もいたんだぜ。本当に泳ぎつけた人は、いたの？その時は50人ほどが対岸に泳ぎつけたそうだ。そして、浜辺に戻った日本兵も島民にかくまわれるなどして、3月中旬までに守備隊の半数の約500人が本土のタンガップに集結できたんだぜ。だとすると、最初に言ってた980人が動物に襲撃されたって話は、何だったの？その疑惑のギネス記録について、これから解説しよう。お願い。実は、1954年2月24日にすでにロイターの戦地特派員が、ラムリー島から逃げる途中の日本兵がマングローブ湿地帯で、多数はワニの犠牲になった、と報じたことがあったんだぜ。あ、ワニね、でも、それでいきなりギネス記録になるの？ギネス記録は1968年だったんだが、1962年のブルース・ライトの著書が決め手になって、そこに数字が上がっていたので、記録に認定されたようなんだぜ。カナダの博物学者で、ビルマ戦役に参加していたライトは、こう書いている。1945年2月18日の夜は、軍用船艇の乗組員のいずれにとっても極めて恐ろしい夜だった。暗闇の湿地帯に銃声が響くと、傷ついた男たちの声が上がり、巨大なワニの顎に押しつぶされる恐ろしい響きが聞こえた。ワニの食べ残しは、翌明け方になってハゲワシが片付けた。湿地帯に逃げ込んだ1000人の日本兵のうち、生き残ったのは20人ほどだった。なるほど、その数字が記録の根拠になったのね。他のイギリス人将兵からも、ワニを味方につけて日本兵をあえて湿地帯に追いやった、とか、湿地帯に入江ワニが多いのは分かっていたので、湿地帯から出てきて投降するように日本兵に拡声器で呼びかけた、とかいう証言が確かにあるんだぜ。じゃ、ギネス記録は正しいってこと？それが、歴史家やジャーナリストから異論が唱えられるようになったんだぜ。例えば、どんな？動物学的に見て、生息個体数は手に入る獲物の量に見合ってるはずだから。一晩で1000人を食い殺すほど多数のワニがいたとするなら、それ以前も十分に獲物にありつけていたのか、という疑問がある。それ、もっともな疑問だわね。また、1974年にジャーナリストのジョージ・フレイザーが日本当局に聞き取りしたが、ワニによる襲撃があったなんてことは、確認ができなかった。そして2016年、歴史家のサム・ウィリスが見つけた文書によれば、日本兵の大半は歴史家射殺されたのであって、その死体にワニが群がった、と記されていたというぜ。殺して食べるか、死んだのを食べるか、の違いね。そして、爬虫類学者のスティーブン・プラットが2000年、当時を知るラムリー島の島民から聞き取ったところでは、ワニの餌食になった日本兵は、実は10から15人に過ぎなかったんだ。
死者数は多かったけど、ワニは、死斑じゃなかった？守備隊の1000人の半数が確かに亡くなったものの、多くは脱水、溺死、イギリス軍からの銃撃、赤痢、サメが死因で、2017年度版ギネスブックは、追記の形で、少なくとも死亡者数については疑問が呈されると認めたんだぜ。結局、都市伝説ってわけね。でも、そのワニが人食いワニだっていうのは事実なんだよね。それじゃ、このイリエワニというワニの生態について、解説するぜ。お願いします。クロコダイル属に分類されるイリエワニは、爬虫類では最大級。全長は平均4メートル、特にオスの大きいやつは6メートルを超える。体重も平均450キロ、中には1トン超えもいるんだぜ。その大きさだけで、十分おっかないよう。そして、あらゆる動物を食べるんだぜ。魚、両生類、爬虫類、鳥、猿やカワウソ、ウサギといった哺乳類、甲殻類も食べるぜ。ストライクゾーン、広すぎ。何しろ、普段は汽水域に生息していて、淡水でも海水でも OK なんで。獲物のレパートリーも豊富ってわけだぜ。そっか、入江や三角巣、マングローブ林だけじゃなくて、川や池、海でも泳いでいって、生きていけるわけね。海の場合は、自分で泳ぐというよりも、海流に乗っかるってイメージなんだ。漂流するの？調査では、25日間で 590km 移動した個体もあったというぜ。その間、餌は？胃に脂肪を蓄えてるので、1年間餌がなくても平気らしい。大量に不実母が付着している個体も、見つかったらしい。ほとんどじっと死んだふり状態でいるのね。漂流してるだけの時は時速3から 5km、しかし獲物を追う時は時速24から 29km も出るんだぜ。油断ならないやつね。オーストラリアやフィリピンなどで人の死亡事故が時折あるし、ワニ、危険、泳ぐな、といった標識もあるくらいだぜ。絶対、泳がないから。ただ、クロコ側は商業的価値があるので、むしろイリエワニが、乱獲の危険にさらされている側なんだ。1973年にワシントン条約で保護されるようになってからは、皮を取る目的でイリエワニは養殖されるようになったんだ。オーストラリアでは、肉も食用で販売してるんだぜ。なんと、ワニ食い人ってことね。オーストラリアではまた個体数が徐々に増えているんだが、ラムリー島では1960年代以降、密漁が増えて、1980年代初めにはほとんど見られなくなってしまったんだぜ。ラムリー島も、だいぶ様子が変わってきたのかな？実は21世紀になって、島は大きく変貌を遂げたんだ。それは、中国と結ぶ石油天然ガスパイプラインの、建設プロジェクトだぜ。え、そんなことになってるの？解説、お願い。まず2013年6月1、2日に完成したのが、天然ガスパイプラインのミャンマーセクション。昔アキャブと言われていた、現在のシットウェイの海底ガス田の天然ガスを、ラムリー島北端のチャウピュー港を起点として、中国、雲南省まで輸送する、全長 793km のパイプラインだぜ。ミャンマーから雲南省というと、戦争中の、炎症ルートの再来を思い起こさせるわね。まさに、炎症ルートの21世紀版だぜ。そして、石油パイプライン。2014年8月完成。こちらの起点は、チャウピュー港の東南にある小さなマデイ島。中東からの石油がここから中国に陸送されるわけだ。それ、ものすごい近道になるんじゃない？マラッカ海峡経由に比べて、輸送日数が2週間短縮できるんだぜ。ただ、仮にマラッカ海峡が近道だったとしても、そこはできれば通りたくない海峡なんだ。どういうこと？大型タンカーが通るには、何しろ狭いし、浅い。それが長々と続いて、海賊も出る。スコールも多い。南のスマトラ島からは、焼き畑農業や森林火災の濃い煙が流れてきて、視界も悪い。そっか、中国でなくても、誰も通りたくないよね。ミャンマーはパイプラインの使用料やガス代金を中国から受け取れるので、ありがたい外貨収入源なんだが、問題もあるんだぜ。え、そうなの？天然ガスパイプラインの輸送能力は年間120億立方メートルだが、ミャンマーが利用できるのは20億立方メートルだけなんだ。ミャンマーの貧弱な電気事情を考えれば、もっと国内発電用に、自国産の天然ガスを使うべきだ、という意見があるんだぜ。国民生活より外貨稼ぎ優先になっちゃってるわけね。他にも、石油パイプラインができてチャウピュー港に大型タンカーが寄港するので、島の漁民は、漁業ができなくなってしまった。代わりの雇用といっても、中国石油会社は作業者の多くを中国から連れてきていて、地元民はたった47人しか雇用されてないんだぜ。ミャンマーの政権は別にして、ラムリー島の現地の人は、
パイプラインの恩恵よりも、生活への悪影響を被っているってわけね。ここまで、人食いワニの逸話をきっかけに、ミャンマーのラムリー島について見てきたぜ。ギネス記録ともあろうものが都市伝説だったって、驚いちゃったわよ。でもそれより、戦争中の、炎症ルートが、今のミャンマー、中国パイプラインとして実現してるという事実。歴史って、すごいねって思っちゃったわよ。興味を持ってくれたようでよかったぜ。これから果たしてイリエワニの個体数が元に戻るのか。そして、島民も幸せになれるパイプラインプロジェクトに発展していくのか。ラムリー島のこと、見守っていきたいぜ。それではご視聴、ありがとうございました。